どうもねねです。魔界戦記ディスガイア6続きをやりたいと思います。度重なる破壊神との戦いでついに魔神の本能が覚醒したようだな。いいぞ、目覚めろ Z、 そして全宇宙を破壊するのだ。兄さん、しっかりして。やめろピーコ、俺に近づくんじゃない。どうすればいい。ダメだ、もう意識が。どうやら俺はここまでだ。もう一度頼む、魔人になる前に俺を消滅させてくれ。ゼット言ったはずだぞピーコちゃん、寂しい思いはさせない。ここは我が輩の命と引き換えにしてでもお前を助けて。おいおい魔王イヴァール、そなたにばかりいい格好はさせられぬのである。そうじゃ、みんなの力を集結させて魔人の本能を抑え込むのじゃ。金の力、愛の力、正義の力、それぞれの力を合体させて虹色の奇跡を呼び起こすのです。よし皆の衆、メロディアにありったけぬエネルギーを送り込むのである。私、何ほーれ、何をグズグズしておる。お主が代表して Z に注ぎ込んでやるのじゃ。注ぎ込むって、どういう。それはやっぱりキスなの。私の方からキスする羽目になるなんて。予定ではロマンチックな星空の下、 Z 様が勇気を振り絞って私にプロポーズ。それから二人は恥じらいながらさっと熱い口づけを交わすってプランだったのに。でもまあ仕方ないか、好きになっちゃった私の負けね。全てはハッピーエンドのため。メロディア、行きまーす。いきなり何しやがる。 Z 様、よかった無事なのね。やれやれ、どうやら魔人にならずに済んだようじゃな。兄さん大丈夫。ほう、大丈夫なような大丈夫じゃないような。兄さん、責任だってメロディアさんと結婚なの。やめろ、今それだけは考えたくない。もう逃がさないわよ。かつてないプレッシャーを感じるんだが、気のせいか。魔人の本能に打ち勝ったというのか。信じられん。ケルベロス、お前の計画は全部ぶっ潰してやったぞ。いい加減に観念しやがれ。果たしてそうか。まだ運命は変わっておらんぞ。何？破壊、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 破壊。俺がもう一人？魔人になることを回避したのは驚きだった。私の目的は無事に達成されたようだ。破壊、破壊、
こいつはお前の中に存在していた超古代の魔人の本能、破壊神 Z だ。これが破壊神だ。見た目は俺と変わんねえじゃねえか。お前はもともとが魔人、私が開発した量産型の破壊神どもとは根本的に違うのだよ。肉体など変化させなくてもお前の存在そのものが魔人であり破壊神だった。こんなくだらねえもののためにビーコが俺を裏切ったのか。裏切ったのではない。お前たちと出会った時からそういう計画だった。私にとって犬として過ごした日は全て偽りだった。ニコに魔法を教えてくれたじゃない。ここには一緒に寝たり一緒にお散歩したり、それも嘘だったか。全部嘘。さあ今度こそ終わりにしよう。ただのゾンビの Z と破壊神 Z、 戦えばどうなるか分かるな。分からねえよ。どうせ俺は脳みそ腐ってるからな。破壊神だってなんだか知らねえけど、所詮は俺じゃねえか。こんなやつぶちのめしてやるぜ。蹴散らしてやるぜ。結構強いね。すごく高い。バカな。超古代の魔人がただのゾンビに倒されるだと。こんなことありえるはずがない。果たしてそうかな。確かに Z はもともとただのゾンビだったかもしれない。けれど何度も何度も頂点数を動かし強くなっていった。度重なる死と苦しみを乗り越える諦めない心。そう、 Z の強さは力にあらず諦めぬ心にあるのじゃ。そのことはミシュアルよ。ずっと Z の戦いを見届けてきたお前が一番よく知っているのではないか。ケロタ、もうおしまいにしよう。うるさい。私にはまだ最後の手段が残っている。必ず全宇宙を破壊してやる。最後の手段だと。ケルベロスのやつめ、悪あがきしやがって。最後の手段ってなんだろうね。とりあえずイベント見よう。ベロス来たか、ゼット。もういいだろ、おしまいにしようぜ。ああ、いいと。これで本当に最後。ミシュアル自身が破壊神になるか。超破壊神ミシュアルが現れた。
だこいつは。破壊神？いえ、それよりもずっとずっと巨大です。それに尋常ではない魔力じゃ。超賢者ミシュアルと破壊神の力が一体となった、いわば超破壊神じゃ。こいつをやっつければハッピーエンドなんだろうけど、かなりヤバそうね。もワイロが通じる相手ではなさそうなのである。けど心配は無用だ、リーダちゃん。君の運動は必ず勝つ。何せこの魔王イヴァールが認めた男なのだからな。ムハハハハハ。ケルベロス、ひでえ姿になりやがって。お前には犬の格好が一番似合ってるのによ。お前は本当に大バカ野郎だ。俺がこの手で終わりにしてやる。行くぞケルベロス、お前をくだらねえ運命ごとぶっ飛ばしてやるぜ。破壊神の力を得た超賢者。見事だ。私の最後の切り札まで退けるとはな。この戦い、お前たちに勝算などなかったはずだ。お前たちは確実に負ける運命だった。それなのに、本当に運命は変えられるのだな。だからそう言ってんじゃねえか。超賢者のくせに脳みそ腐ってる俺より頭悪いんだな。そうだな。どうやら私は頭が悪いようだ。すまない、ずっと。すまない、ビーコ。私が愚かだった。ケロタ。ずっと、ビーコ。私は、お前たちを利用するのではなく、仲間になってくれと、頼むべきだったのだな。そうすれば、私も運命を変えられたのかもしれない。バカ野郎、気づくのが遅すぎだぜ。そうだな、何もかもが遅すぎた。一度は5体バラバラになったコンビクト、今の戦いはもはや使い物にならなくなった。これでお別れだ。ケロタ、リレイさん、私もお前のもとへ。おい、起きろ。まだ終わっちゃいねえぞ。私はまだ生きているのか。ああ、生きてるぜ。ケロタ、目が覚めたの。これは。またビーコに救われたな。これで2度目だぜ。脳移植したんだ。そうか、私の肉体が消滅する前に以前の犬の体に脳移植したのか。余計なことを。文句言ってんじゃねえ。さ、行くぞ。今さらどこへ行けというのだ。決まってるだろ、過去の世界に行くんだよ。簡単に諦めてんじゃねえよ。恋人を救いたいんだろ。だったら救えるまで超転生して運命を変えてみやがれ。今度はお前一人じゃねえ、俺も一緒に行ってやるからよ。ビーコも一緒だよ。ずっとビーコ、ありがとう。
泣くんじゃねえよ。ほらグズグズすんな。行くぞケルベロス。いやエンディング来た。
魔王様、 Z 様がどこにいるか知ってるんでしょ？教えなさいよ。無事にハッピーエンドを迎えたことだし、あとは Z 様に責任取ってもらって結婚式を挙げるだけなんだから。うちの番組には虹 Z の登場はまだかまだかという問い合わせが殺到しています。早く虹 Z さんに登場してもらわなきゃ、またしても番組打ち切りのピンチが。いやいや、 Z には我が王国の勇者指南役として来てもらう予定なのである。金ならいくらでも出すぞ。 Z を賄賂で買収するのであるの。待て待て、 Z は魔法学校マジマージの教師として迎えるつもりなのじゃぞ。あいつは脳みそは腐っておるが、生徒たちに諦めない心を教えるにはうってつけの人材じゃからの。まあ落ち着け、もう少しだけあいつらだけの時間を過ごさせてやろうではないか。あいつらは今頃失った日々と絆を少しずつ取り戻しているだろうからな。魔王様、何かしてあげたの？なーに、我が魔界と全宇宙を救ってくれた礼にちょっぴりご褒美をな。ご褒美？ようやく長く苛烈な旅を終えた Z と B 子の2人の兄弟。しかし運命の神は残酷だった。2人の兄弟に新たなる災厄が降りかかろうとしていた。 Z、B 子、一大事だぞ。どうしたのケロタン？一大事って言われてもこれまで散々な目に遭ってきたから大抵のことじゃ驚かねえぜ。いや、これはまさしく一大事だ。なんと魔王から挑戦状が届いたのだ。魔王？我が輩ならここにいるぞ。魔王様。お前何しに来たんだ？新たなる冒険の予感がしてな、駆けつけてきたのだ。もちろん我が輩だけではないぞ。 Z 様、今日こそは私との結婚式の日取りを決めてもらうわよ。ついに結婚か、めでたいのである。二人の門出を祝してご祝儀を弾むのである。これからは夫婦でニジレンジャーですか。なかなか斬新な展開ですね。 Z とメロディア、まさかこの二人が本当に結婚とはな。感慨深いの。勝手に話を進めるな。俺は断じて結婚なんてしねえ。兄さん男らしくないの。男は責任取って結婚なの。いい子、お前までそんな。そろそろ観念しなさい、Z 様。さあ結婚式を挙げて。だったら超転生して逃げるしか。おい Z、 魔王からの挑戦状はどうするんだ？おお、それだそれ、魔王からの挑戦状。そっちをまず解決しないとな。うん、よし行くぞお前ら。ち、うまく逃げたわね。魔王からの挑戦状。お実弾入った。
というわけで今回はここまでにします。今日ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。